起電力がわからない電池いいとするに抵抗をつないだところ、この10オームの抵抗の電圧だけ4ボルトですって与えられてますから、まずここを流れる電流を求めることができます。10オームの抵抗でのオームの法則より I イコール R 分の V に代入して 0.4 アンペアで、お隣の20オームにも同じ電流が流れてます。だからこの20オームについてもオームの法則を使えば電圧が8ボルトって分かりますよね。カッコ2番では電池の電圧を求めなさいってことですけど、電位のグラフをイメージしてもらいたいんですね。今ここが4でここが8ということが分かりました。ここをスタートして電池で下の2つの抵抗というルートで一周回路を考えてあげると、こういう電位のグラフが書けます。求めたいのはここですね。電池の電圧はいくらですか。じゃあ当然ですけど、1つ目の抵抗で下がった電圧4ボルトと2つ目の抵抗で下がった電圧8ボルトの和と等しいですよね。だからまあ E イコール4たす8で12ボルトが正解なんだけど、もっと難しい問題に応用するためにキルヒホフの第二法則の式を立式すると、これぐるっと回った時にまず電池で E 上がりますよね。で抵抗で4ボルト下がって8ボルト下がります。で元の位置に戻るからイコール0、これを計算して12ボルトって出す。別解が大事なんです。ここの電圧が4ボルト、お隣と同じ電流が流れてるっていうのは明らかです。でその電流の値はどうでもいいんです。隣の電圧出すことできます。オームの法則 V イコール RI より I が等しいということは V と R は正比の関係になってる。だから同じ電流が流れてるんだから、流れにくい方にたくさん電圧がかかってます。つまり抵抗の比1対2っていうのと電圧の比が同じで1対2になってるよ。今左側の電圧が4ボルトなら右の電圧はこれの2倍ですよねっていうふうに出し上げることができる。で電源の電圧2つ合わせたやつは 4×1/3 で12ボルトって出すと早いですね。じゃあ次ですね、カッコ3番では今度上ですね、20オームの電流を求めなさいだけど、上をぐるっと一周回ったら電池と20オームで終わりですから、電池の電圧がそのままここにかかってます。 E が12と分かってますから、20オームの抵抗にも同じ12ボルトの電圧がかかっていて、その時流れる電流は 0.6 アンペアですね。で、括弧4番の別解が結構大事で、もちろんこれを合成抵抗をさっきの問題みたいにこことここを足して30ね、で30と20を合成したら、簡単に出てくるんですが、ぜひですねこういう観点でどうでしょう。今求めたい合成抵抗に12ボルトの電池がつながっている。この合成抵抗に流れる電流が分かれば抵抗値出せますよね。電流はいくらかというと、括弧の1番で求めたこの 0.4 っていうのと今3番で求めた 0.6 っていうのが合わさったやつが全体を流れる電流ですよね。だから1アンペア流れとるんですよ。1アンペアね。ってことは R イコール I 分の V だから12オーム